コースポジション123ダッシュ456スタートを切りました。5コース4スタート5号艇の峰龍太トップスタートを決めていきました。その一つ内4号艇宮内が仕掛けていきます。1号艇をまくっていて5号艇はまくり差し入りました。峰龍太鋭い角度でした。スタートは前提正常でした。5号艇峰トップ、それを追ってまくっていて4号艇宮内が2番手、3番手は6号艇鈴木、その内側2号艇、2号艇外に出して、あとは1番3番続いています。2マークは5号艇の峰から、潜り込む6号艇、それをさばけるか4号艇の宮内です。宮内が内側差し込んでいて2番手をキープ。上位体系は5番4番6番2周回目で入っていきます。その後ろ2号艇の松尾、1号艇の新田、最後方3号艇伏田です。2周1マーク、トップ5号艇峰龍太、続いて4号艇の宮内直也、3番手握っていた6号艇の鈴木重隆です。上位体系は5番4番6番2周のバック側です。その後ろ4番手が2号艇の松尾、1号艇の新田、続いて最後方3号艇伏田、変わっていません。2周2マーク、先頭は5号艇の峰龍太です。続いて4号艇の宮内直也、3番手6号艇の鈴木重隆です。上位変わらず5番4番6番最終周回へと入っていきます。ダッシュ勢優勢のスリット、4角から仕掛けた4号艇宮内、内3艇まくり切ったんですが、狙いすましてまくり出し、さすがです、峰龍太。続いて4号艇宮内直也も好レースでした。3番手は6号艇の鈴木重隆、ダッシュ勢が上位を占めて5番4番6番残り半周、後続も変わりなく2号艇の松尾、1号艇の新田、3号艇の下でラストコーナーを迎えます。初戦から見せるレース、5号艇の峰龍太です。部品交換もありましたけれど、まずは問題なし白星クリアで、今日後半12レース1号艇再登場になります。先頭5番峰五輪、4番宮内五輪、6番鈴木五輪。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。